時の保険みたいな気持ちで聞いてください。やばいよ、間に合わん、まあ、15分経たなかったらどんまい。でも多分夜できるから大丈夫。じゃ聞いてください。もう昨日がっつり寝落ちして、もう今日も朝全然時間なくて、しっかりさっきお風呂入ったばっかで、マジ上がりたてほやほやだから、もうガンガンドライヤーかけてるけど気にしないでください。キャー、ボサボサのボサー、でも解いたらどうにかなりそう。本当に上がったばっかです。もう次着替える服を用意してここまで来た。やばい、キック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 、おはようおはよう、眠たいんだよ、今日は6時半起きだよ。あの頑張って声を張って喋りますが、もう髪の毛を乾かすことに全集中していきたいのでよろしくお願いします。ホテルのやつめっちゃ強すぎてやばかった、乾くかな、もう私家出ないといけない時間なんですけど乾くかな、とかテロップ出るかな、200日だけど今日大丈夫かな。おはようございます、やっぱ朝からなんて忘却、忘却っていうのなんかすごい配信をしています。いろいろとギリギリすぎる、間違いないですね。たまたま目覚めたらショールームやってて笑顔、もう出ないといけない、やばい。だからこの15分の間に髪の毛を乾かさないと、もう私の予定は全部狂います。背景はいつもと一緒のはずなんですけど200日連続配信記念日にいいものを見させてもらいました。昨日久しぶりに大福を出してありがとう、イエーイ。初見さんおはようございます。 SKE48 旧棋士チームスの中ちゃんこと中坂美優です。思ったより早く乾いてる、でもねこれ意外と中乾いてないんだよ。てかもう今日花粉症やばくない、まあ、ずっと朝から話してる、マジ髪の毛長かったらやばい、それな。ちょっと画質がゆめきさんごめん、でもね今切ったら15分できないかもしんないからさ、今日はちょっと許してください。あ、夜はやる予定です、早めに予告します。はい、何分経った、何分何当てながら、タオルかな、タオルは置いてきちゃった、アーシャの画像みたい、あ、風吹いてるから、まだ4分、え、すごくない、4分でこっち乾いてる。仕事行ってきます、頑張って。前掛けだな、ああ4分、あと4分しかない、あ、48分ね、今オッケーオッケー、44分32秒から、微妙い、もう15分、いや微妙い、まあ、間に合わなかったらどんまい。でも49分32秒だったらもう15分じゃね、49分じゃないわ、59分、おはようグルト、何時起き、みや6時起きの布団借りたのが6時半、なんか本当は5時半に起こしてって言ったんですけど、まあ、多分無理、間に合わかったチャーハン炒める、チャーハンを炒める、なるほどね。あ、遅刻はしないです、
多分ショールームをぶち切ります。もうだってさ、もう眠くて眠くてしんどくて、もうやること多くて悲しくて、昨日の夜ゲームやろうと思ったけど結局できずにもう寝落ちした。そしたらアメブロも書かずに寝てて、もう速攻でアメブロ書いて朝送った。今日も元気ください。はい、とんかつ。はい、今日も中坂が滑ったからみんなが笑顔になったはずです。アメブロをアップしましたよ。サーヤが一番キューキーで背が低いはずです。わかんない、違った、ごめんね。サーヤ、あと読み回しなんでください。やばい、めっちゃ今日髪の毛傷んでる。感動的な痛み。布団の中なの？ちょっとふざけんなようだけど、まあ中坂も休みだったらそんなもんですからね。休みの日は寝る日だからそんなもんか。ヘアアイロン持ってきてここで前髪やればよかった。後悔しています。じゃあ、まあ、でも今日日差し強いから普通に下ろしてたら乾くか。 OK、 完了しました。まあ毛先ちょっと濡れてるけど、まあ、放置してれば乾くかなくらいなので。もう1時間会社にいる。やばい、1時間もやばい。自分も仕事行く準備するわ。みーも早く準備したい。とまあ多分昨日持ってったバッグ持ってけばいけるかななんて思っています。蜂蜜塗らないと。そう、蜂蜜でもね、ドライヤーする前に塗らないといけなかったので、もう諦め。今日はお休み？なんでですか？なんで土曜日だったらさあれね、振り返りにならない？土曜日も振り返りにするべき。じゃあ土曜日祝日だったんですよ今年。でも土曜日ってなんか平日認定だから、昨日のバッグだと生誕ティーとかだわ。それ面白いね。職場にさ、でも今日の資料持ってきた、あ、生誕ティーなら持ってますとか言ってさ、何それってなるやつ。今日は夜勤だから朝からやっていただいて嬉しい。あー、お疲れ様です。ゆっくり寝てください。じゃあちょっとランキングとか読めないかも。今何分？200日おめと小判とハートと200日おめありがとうございます。そう、なんか今日ね200日です。笑えない。頑張ってください。7時53分ありがとう。僕のおやすみ。平日に10日やってほしいさ。確かに。夜にまた記憶するやつやな。スクショ撮っといてね。もうすぐ10分。え、めっちゃ私の髪の毛秒速で乾いたじゃん。これは天才ですじゃないですか。ある意味記念になった説間違いない。はい、この超急に始まって超言い方悪いけどクソみたいな配信をした記憶皆さんの頭の中に残ればいいと思います。いや、ダメだ、寝ぼけてんのか、全然頭回ってない。あとはヘアアイロンして
着替えて用意していきます。わ、間に合うかな。微妙い微妙い。短い全然違う。違いますね、やっぱり。カサカサ言ってるのはママサカさん。多分ママサカだと思います。だからママサカ以外この家に今いないので、もうパパは出てってるからね。逆にママサカじゃなくてちょっと心霊現象みたいなとこありますね。呼ばれてんじゃん。鼻がかゆいよ、うん、カサカサ言ってるのは実は何、みんなにここにいますから。やばい、鼻が限界を突破したみたいな気分。前髪切りたい。メータス、おはちゃー、おはまるー、おはまるー。目がかゆくて鼻もかゆい。今日は画質がいいみたいな。そうなんですよ、許してください。なんか別に悪くした記憶ないんですけど、悪いです。まさかさん、手作りお弁当は持ってかないです。4月3日以内にトークできません。4月3日かと。ありがとうございます。そうだ、今日のお昼の正午までなので、4月3日4日の販売が、もし気になった方は会いに来てくれると嬉しいです。もう愛想笑いみたいになってる。200日おめいっぱいありがとうございます。200日おめありがとう。まあ、帰りには行けないけど、スカイエキスポには行きます。おー、待ってます。今日のお昼の正午と、まあ今日のお昼の正午ってことですね。朝書いたとは思えないくらい雨風呂長くね？長い？本当？ちゃんと書けてる？だから昨日の夜書きながら寝落ちし、あげてないことに気づき、朝起きてあげた。18日の劇場公演の気になった。ありがとう。ポトメならいけるのに。いや、ポトメ懐かしい響き。なんか最近やんないですよね、ポートメッセ。バイちゃっちゃお仕事かな。いってらっしゃい。身長が伸びた嬉しさが伝わってきたよ。嬉しいよね。はい、みんなには多分伝わってないんですけど、結構今心情バクバクです。心情、心の中やばい。もう今日やばい。14分経過、じゃあもう58分とかじゃん。仕事で離脱バイチャー、いってらっしゃい。ハゲちゃんのオンライントーク会はいつですか？ないと思います。髪の毛切ってカチューシャ似合う、ありがとう。どうしたの？いや、もうなんか焦りよ。今日普通にあれなんですけど、リハーサルとかなんですけど、なんか全然覚えてなくて。私いけるかな、みんな覚えてるかな。っていう焦りです。あ、59分になりましたね。テロップ出るかな。あ、ランキングスクショ取っとこうと。もうそろそろ来る？テロップ来い。来なかったらピエーン。頑張ってね、ありがとう。テ
ロップ早く早く口笛吹くとテロップ出るよ。みんな口笛大好きだろ。